ものすごい自然環境でした。でその中でコース作ってくれました矢口慎吾君ですけども、とても大変だったと思います。そのコースで皆さん思う存分遊んでいってください。で今日のヒルクライムですけれども、練習1回本番2回クラスごとですけれども、練習1回本番2回で行います。本番2回のうち、上位5位までをポイント、ポイントとして、順位決めていきます。1回目5位まで計測、2回目も5位まで計測で、そのトータルで順位決めたい。あ、どうもっす。ちょっと鳥で。どんな、おー、ドローン。これなんだろう、マビックプロじゃないな。GoPro がついてる。いやー、ドローン。どうも、僕です。片麦です。今日も京都でスノーライド。冬神室のお時間です。あ、すいません、ちょっと待ってます。あー、ユーチューバー冬神室のお時間でございます。久しぶりにちょっとエントリーしたんですけども、ですね、シーズン中のスキー場のゲレンデをバイクで全開で登ってしまおうという、ハートウォーミングな大変楽しいイベントになっております。で、今日はここを登る。今日はっていうか、毎年なんですけど。で、ですね、もうね、この春の雪、ザクザク、これはね、何に登れんのっていうぐらいのコンディションは良くないと思います、これは。多分相当やばい。で、登った後の下りも超やばい。やばいね。っていう感じで、いい絵が撮れるかどうか、これから、ナイターヒルクライム。楽しんでいこうと思います。ということで、まだ始まる前なんですけども、駐車場からここまで来るまでも結構押しが入る人は入っちゃう。転ぶ、あ、転んだでしょう。やばいよね、今日は。で、今回のタイヤなんですけど、結構雨降ったりしてたんで、大雨降ったりしてたんで、もうガジガジで、タイヤ交換しなくてもいいんじゃないかなと思ったんですけど、ものすごい吹雪になったりしたんで、一応やっぱり新品にするべきだろうということで、今回は、前来た時は、タッキーってやつ、なんだっけあれ、Bラバー、タッキーってやつにしましたけど、最近はこれでシンコーっていうメーカーの、やべ、ビード落ちてんじゃんこれ、やべ、ビード落ちてんじゃん。あれ、上げたと思ったら落ちてる。まあいいや。シンコーっていうメーカーの 540DC っていうやつにしました。一応これはオールラウンドに使えるタイヤで、真ん中のコンパウンドが超柔らかくて、でただただ柔らかいタイヤだと、こう硬い路面に行った時にぐにゃって腰砕けになっちゃうんで、そうなんないようにサイドは硬いってやつね。真ん中だけ柔らかい、ロードのタイヤとは逆なんですよね。ということで、これは本当に僕が使っても上手くなったんじゃないかって思うぐらい勘違いするぐらいすごくいいタイヤです。逆にこれに慣れちゃうと下手になっちゃうんじゃないかなと思って、やばいかななんても思ってますが、もう道具に頼っちゃおうっていうことですね。はい。で、空気圧は多分コンマ4か5ぐらいにしてます。当然ですけどビートストッパーはつけましょうねっていう話ですね。という感じでやっております。フロントはもう適当です。あ、練習も始まりましたね。登れないでしょあれ。排気量ちっちゃいクラスからやって、通算250とか、コースの450とかは、一番最後に登るらしいんですけど、もうね、あの時点でダメだもんね。パワーが必要だよ。練習が一番登れるかもね。本番は多分無理かな。登れないかも、今年も。
っていう状態です。やればやるほど荒れてくるんで、やればやるほどもう助走の段階でね、助走つけらんないみたいなね、そんなことになるんじゃないでしょうか。やばいです。 SR もいらっしゃいます。すごい SR。 これはちょっとやだな、 SR で来るのは。すごい。あとは一応あんまり寒すぎると中の結露しちゃうんですけど、一応アイシング対策、こういうあったかい時は結構有効なんで、キャブにね雪がつかないように少しでもと思ってちょっとタオル巻いてきました。本当これでまあ言い訳はできない状態っていう感じですね。はい、ハイキロちっちゃいクラス、なんか前はクラスは当然分けるんですけど、なんていうの、下のクラスが1回走ったら僕たちも走るみたいにやってたんですけど、そうすると我々が走っちゃうと荒れまくって排気量ちっちゃいの走れなくなっちゃうんで、なんかクラスごとにもう練習から本番まで全部やっちゃうらしいっていう感じ。戻るのも大変です。戻るのも大変でございます。やばいですね。A クラス、トレイルバイクの 250cc とレーサーの125とかかな。厳しいよね。おーすげー、あのセロパドルタイヤ履いてますね。すごい。3番の方でしょうか、34ちょっとわかんないけど、パドルタイヤ、セロのパワーでいけんの、パドルタイヤっていう、ちょっと興味ありげですね。 SR もおります。なかなか大変だと思いますが、さあ A クラス、パドルタイヤ回し切れるんでしょうか、すごい興味ある。おお進んでるね。大変だね、助走が助走になってないってやつだね。あードローン飛んでる。あらら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 、事故。なかなか楽しげです。はい、あ、そうなんですか。まあそうですよね、こんな状態。さあ FTR もいるし SR もいます。すごい、すごいですね。SR すごい、 SR すごいぞ。わーすげえ。 FTR も頑張ってますね。まあ、SR ちょっとやっぱ助走がつけられなかったかな。でも頑張ってる、すげえ。 SR、 いや SR すごい登ってるな。すごいね。僕はできる気がしませんが、僕だとできる気がしませんが、 SR 登ってっちゃいました、だいぶ。あ、でも引っかかったな。厳しいが登りきれない。あー